キプチャク草原の範囲キプチャク草原は中央ユーラシア西北部から東ヨーロッパ南部までの歴史的故障。ペルシア語のダシュティキプチャーク、ナミ、ドッシュド、アイクワイプチャクの訳語で、この地域に11世紀から13世紀にかけてトゥルク経由牧民キプチャクが活動したことから、このように呼ばれるようになった。ラテン語の記録ではクマニア、コマニア、 古東スラブ語、ルーシ語の記録では、ポロ別草原と呼ばれる。中国語の記録では、金札草原と呼ばれる。厳密に区切られた半島ントを持つわけではないが、およそ、ポントスカスピ海平原、カザフステップを合わせた範囲となる。北東は、カザフスタン東部のカザフ高原、南東は、キルギスタンの天山山ガミヤク北陸あたりで、東西は、シルダリア川北岸。 アラル海北岸、ウラル川下流域、ボルガ川下流域を経て、西はドン、川下流域あたりまで、西南は北カフカース定地、北西はチュバシリアザニあたりまでを指す。南ロシア草原と呼ばれる、ウクライナ南部からモレドバにかけての国海沿岸定地も含めることもある。北はシベリアよびヨーロッパロシアの森林地帯で、南は天山山脈、パミール高原。 カフカース山脈などの急峻な山地と、マーワラーアンナフル、ホラズム、ホラーサーンなどの乾燥したオアシス農業地帯で、両者に挟まれた帯状の草原地帯である。東は、ジュンガルボンチ、アルタイ山脈を抜ければ、モンゴル高原の草原地帯に出て、中国に通ずることができ、西は、カルパティア山脈とトランシルバニアまで平原が、 広がるためほとんどヨーロッパの農耕地帯に接する。そのため草原の道と言われる交易と民族移動の道が古来栄えてきた。この草原に暮らす遊牧民は北西のルーシア南ノアシス地帯の農耕民をしばしば攻撃し、時には征服して支配下に置いていた。キプチャク草原は中央ユーラシア世界に置いて、 モンゴル高原と並ぶ遊牧に公的な地域であるため、紀元前1000年期には遊牧の生活様式が一様に行われるようになり、南ロシアのスキタイ文化と同種の文化がキプチャク草原全域に広がっていった。この地域の遊牧民は、はじめスキタイやサカなど、イラン系の言語を話す民族が多数を占めたが、後にトゥルク系の言語を話す人々が現れ、 やがて広く突決の支配を受けた。西突決の解体後には、ハザール、ブルガールが現れて西方に移住して、遊牧国家、ハザールカガン国を展開した。9世紀には、ペチェネグの、ペチェネグ汗国が起こった。ハザールカガン国が滅びると、今度は別のトゥルク系遊牧民キプチャクが現れ、キプチャク汗国を展開した。13世紀になると、モンゴル帝国が、 キプチャクやブルガールを征服して、キプチャク草原を制覇した。キプチャク草原の征服を指揮したのは、ジョチの次男、バトゥであった。この征服活動により、草原は、キプチャクの半島に拡大したバトゥを始祖とするジョチウルス、右翼、バトゥールスの支配下に入った。このバトゥールスが、キプチャク草原に拡大して、ここを本拠地とした政権を通称して、ジョチウルスあるいは、 緊張勧告という、という名称を用いていたため広く知られているが、実は、資料上で確認される故障ではない。ジョチウルスのモンゴル人たちは早くに、言語的に先住民キープチャクと同化して、トゥルク化し、ヨーロッパからは彼らを総称してタタールと呼ばれるようになる。ジョチウルスは14世紀前半に、イスラム教を受容し最盛期を迎えたが、 同じ世紀の後半には、ジョチケ昭和の政権やジョチケ重心の諸下の政権が、自立傾向を深めて分裂し始め、15世紀には、東部には、シャイバーン家のウズベク集団、ウズベクから分派したカザフ集団、ウラル川流域のノガイオルダ、ボルガ川中流域のカザン半国、下流域のアストラハン半国、クリミア半島のクリミア半国など多くの政権が、分立した。 16世紀にはウズベクがマーワラーアンナフルに南戦してキプチャク草原の東部はカザフの天地となりカザフ草原と呼ばれるようになる。また同じ世紀に西方ではカザンとアストラハンがジョチウルスの支配を脱して自立したモスクワ大公国によって征服され草原地帯にはその先兵としてコサックが入り込み始めた。18世紀には カルムイク人が、ノガイオルダに攻め込んで、カルムイク半国を建てたが、モスクワ大公国から発展したロシア帝国による、ボルガドイツ人の入植が始まり、カザフが服属した後、プガチョフの乱を経て、クリミア半国が征服され、キプチャク草原の遊牧民の時代は終わりを告げることになる。ミは、平野を意味し、ミは、民族名と意訳されることもある。なお、 ドッシュドにつく愛はエザーフェというペルシア語の文法事項である。川口長峰201329から30ページ。ありがとうございます。